皆さんこんにちは。今回の Vlog は One of my summer vacation ということで、夏休み遊びに出かけた日を Vlog にまとめてみました。早速1日目はレディーガガのライブですね。ザ・クロマティカボールに行ってきました。ガガ様のライブ初めてだったんですけど、でちょっと2階席で遠いなとも思ってたんですけど、やっぱ最高に楽しかったですね。普段ピチティ短パンなんて履かないんですけど、この日はそんな服装で跳ね上げラインでガガっぽくしていきました。デイ2ということで、2日目はローカルグリーンフェスティバルミュージックフェスに行ってきました。この日は昼は結構暑くて、初めてのフェスだったんですけど、まあ暑さもなんか楽しいみたいな謎な現象になりますね。今回は結構日本人のバンドとかの方が多かったんですけど、海外の人が来るようなフェスにも行ってみたいなと思いました。あと初めてフェスに行って思ったのは、普段自分がすっごい聴くっていう人じゃなくても、なんか曲予習してフェスで楽しんだり、あとフェスによってもね、集まる人が違うので、自分が好きな雰囲気のフェス行けば多分ハマる曲も見つけられるのかなと思って、いいなって思いました。ということで3日目はネットフリックスのドラマ Stranger Things のコラボカフェに来ました。今回頼んだのはデモゴルゴンのモカと、このアップサイダンクリームソーダと、あの L のワッフルですね。なんかコラボカフェといっても、そんななんか正直期待してなかったって言ったらひどいんですけど、でも来てみたらなんかもうすごくて、めっちゃテンション上がりました。私は9月になってから行ったんですけど、これ12月ぐらいまで期間延長してたので、まだ全然行けるので、今からシーズン1から見始めても間に合うんじゃないかなと思うので、ぜひ行ってみてほしいですね。ここも有名なシーンで、ウィルのお家なんですけど、なんで ABC って書いてあるのか、ぜひ皆さんも見てみてください。こんな感じでご飯も普通に美味しいんですけど、写真スポットみたいな感じにたくさんなっているので、なんだかテーマパークに行った気分になりましたよ。ということで、以上で私の夏休み総集編でした。まあこれだけだったわけじゃないんですけど、たまたまこの3日間はすごいお出かけした日だったので動画にしてみました。久々の投稿にはなってしまったんですけど、また自分のペースで続けていこうかなとも思ってるので、よかったらいいねお願いいたします。それではまたねー。